京阪2000系電車、京阪2000系電車、京阪2000系電車は、1959年から製造された京阪電気鉄道の通勤系電車である。当初は、阪神のジェットカーや近鉄のラビットカーなどと同様に、高加減速性能を持ち、スーパーカーの相性がある。1966年までの間に100両が製造され、 主力の通勤車両として運用されたが、河川電圧の 1500V への昇圧に伴い、2600系に改造、正確には代替新造されて1982年までに廃車となった。当時の日本は高度成長期を迎え、京阪沿線では日本住宅公団、現都市再生機構などによる大規模な住宅団地、香り団地など、 の造成が行われるようになったその中で、沿線の平方市、寝屋川市の通勤客の急増が見込まれていた。戦後の京阪は、特急用車両を製造して、古くなったものを通勤用に転用するという方針をとっていたが、こうした状況を踏まえ本格的な通勤電車が必要とされた。ところが京阪には、乗降時間の短縮に有効な3、 扉車がほとんど在籍しておらず、主力の2、扉車では、ラッシュ時の乗降に時間を取られ、遅延が日常化していた。この問題点を解決するため、とりわけ頻繁に乗降が行われる普通や、区間急行への3、扉新型車の投入を企画した。京阪は1957年に、 軽量車体の実証を目的として製造した1650型1651プラス1652号車に約半年間高加減速性能を持ったモーターをはじめとする電装品を取り付け新型通勤電車のためのデータ取得を行ったこの結果を反映した電装品と新たに開発したモノコック構造の軽量車体を組み合わせて製造されたのが 高価原則車2000系である。2000系として製造されたのは以下の2形式、100両である製造時の形式。製造は、川崎車用、現、川崎重工業とな庭工機が担当した。2000型は1959年製造分と1960年以降製造分で、車体設計の細部に異なる点があり、一次車,車、24両、と二次車。 以降、44両に分かれる。2100型は2000型の二次車と同時に登場したため、車体設計はそれと合わせられていた。18メートルの車体に幅1300ミリメートルの両開き扉を3つ備えた本格的な通勤電車である。車体はモノコック構造で、側面は乱形のカーブを描く形になっている。 結果的に裾絞りの断面形状となったが、車体幅は 2720mm である。塗装は1650型で採用された緑の濃淡が使われた。2000型の正面には、両側の窓状に白熱灯の全小灯が埋め込まれていた。他の私鉄がシールドビームを徐々にではあるが採用する中で、京阪は白熱灯にこだわり、巨大な全小灯を埋め込むスタイルとなった。 側面窓の寸法、配列は2000型の一時車と二時車以降で異なる。点の一つで、一時車は、軽半としては、珍しく横長、幅 900mm の窓を採用しており、運転台側からの配置は、D1D3D3D1、D は乗務員用扉、D は客用扉、数字は窓の数である。このようになったのは、窓に、 鶴ベの原理を応用したバランサー機構、下段の窓を持ち上げると同時に、上段の窓が降りるを組み込んだためである。しかし、複雑なバランサー機構は使い勝手に問題があり、二次車では、通常の窓に戻して、京阪の伝統である縦長スタイル、幅 800mm となり、窓配置も D1、D3、D3、D2 となった。一次車にはこのか窓保護ぼ、一本も設置されていたが、 バランサー機構と共に後に取り外されている。内装は緑を中心にまとめられている。二線型一時車では、ラッシュ対策として、網棚の前縁に取り付けたパイプにも釣り革を装備していたが、これは早い時期に撤去された。屋上には押し込み型のベンチレーターが並べられた。このベンチレーターも二線型一時車は高さの低いタイプ2列に対し、 二次車以降は高さの高いタイプ一列となっている。2000系で確立されたデザインは、以後2600系30番台、5000系を除くに至るまで、京阪で新性能を通勤車の基本スタイルとして、踏襲されることとなる。一方、大型加工心で製造された、初系列、車体流用で製造された1000系、3台を含むは1650系の流れを組む。 裾絞りのない車体が採用され、この二つの流れが並存することとなった。本系列の特徴は、全電動車方式による高加減速と分巻械自制御による電力改正制度である。特に電力改正制度は、従来勾配線を走行する車両のみであり、鉄道線で通常のブレーキとして乗用するものとしては、日本初のものであった。モーターそのものは、 東洋電気製造製 TDK-813A 型複管電動機、出力 75kW、端子電圧 150V、電流 555A、定格回転数 1300RPM、最高許容回転数 4500RPM、最弱目回時は分機回時側は6.17%、電気後側は20%で、使用一両に4台装備しており、 出力としては、決して大きくないが、全電動車方式であることを考慮すれば妥当な、ものであった。制御機についても 1C4MA 級直列制御とし、A 級直列10段弱め回、G135 段の磁気増幅機による、超多段制御を行う。これらの装備により、軌道加速度時速 4.0km、S、減速度時速 4.5km、 S, s という高性能を生み出した。駆動方式は、中空軸平行、カルダン駆動方式を採用している。歯車比を6.50とかなり大きく取ったため最高速度は時速 100km、最高許容速度は時速 10km であり、勇ましいモーター音が特徴であった。台車は、当時の通勤車としては、異例とも言える、全車空気バネである。ただし、 2000型一時車と二次車以降2100型を含むでは内容が異なる。一時車はシンドラー、円筒案内式の KS-58、汽車製造製とアルストムリンク式の FS-327A、住友金属工業製という比較的オーソドックスな形式を採用したが、二次車以降は汽車製造のエコノミカル式と呼ばれる。 k s 六十三系と、住友金属の側両関照ゴム式の f s 三百三十七系が、全面的に採用されている、エコノミカル式の詳細については、京阪千九百系電車、特殊台車の試験の、k s 五十七の項及び、鉄道車両の台車しエコノミカルトラックを参照。この二種類の台車は線形、三台に至るまで、マイナーチェンジを行いながら、 京阪の通勤用電車に採用された。通勤電車への空気バネの採用は、ラッシュ時とそれ以外で生じる積載荷重の変化をカバーするという考えに基づく先駆的なものであった。今日では JR 大手施設を問わず、通勤用電車で空気バネは広く使われている。1959年8月6日より運用を開始した。 登場時は2線型2両を基本として、主に4両編成で、普通や区間急行を中心に運用された。一時車24両が出揃い、まとまった編成が確保できたことから、翌1960年3月に、京阪線のダイヤ改正が実施され、平方市駅天馬橋駅間の区間急行は、昼間時は本系列の限定運用となった。この区間急行はその性能を生かして、 同区間を停車駅が9駅少ない急行、当時の駅数より5分30秒長いだけの27分30秒で結んだ。また、宇治線の三条駅宇治駅の列車、宇治線内を折り返し列車の一部を含むも昼間時は、原則的に本系列限定の運用となった。ただし当時存在していた宇治奈良電気鉄道線、後の近鉄京都線直通通には、 性能や車両限界の相違から2200系などと同様に運用不可能だった。しかし1962年に中小、島駅構内付近で脱線事故を起こし、本系列はごくわずかな期間であるが、宇治線での使用を中止したことあった、直ちに解除。なお、片野線への入線は当時の変電所要領の関係で全電動車両の入線ができなかったため、 あまり運用実績はなかった。1966年度製造の車両は、混雑緩和を目的に、扉付近の座席を短くし、立席スペースを増やしているほか、ドアエンジンが変更された。この時期、2000型の前頭部、前小頭の上には滑り止めに由来する砂地処理が施されていたが、1970年代初期に、この施考は取りやめられた。 1971年にはフランスフェブレ社製のシングルアーム型パンタグラフを試験的に2000型一両に装着した。これは路面電車以外の高速鉄道向けでは日本で初の事例だったが採用には至らず、原品は製造元に返された。2100型のうち最初に製造された5両は将来の電動車化を前提に付随車として登場したが、 最終的に電動車化は断念され、1972年から1973年にかけて2150型に改版された。この経緯は当初全電動車方式による高価原則を意図したものの、後に将来の電動車化を想定した付随車を組み込み、最終的に電動車化は断念された形となった国鉄101系電車と類似する。また、 乗客の増加に伴って、編成を長くする必要が生じたため、2000型の最後の重量から、運転台が簡易撤去され、2100型に組み込まれた、運転台、車掌台の仕切りはそのまま残され、乗務員室扉は溶接しただけで、全消灯も撤去されなかった。なお、付随者が挿入された編成については効果原則ではないため、同じ2000系であっても2000系限定運用には、 つかず、旧型車と同様に急行や臨時特急、及び定期特急での特急車のダイソーなどでも使用した。当時は方向幕がなかったため臨時特急では正面にハートマークと臨標式、1970年代前半頃までは左右両方に示せ、1970年代中頃以降は左右いずれかの片方のみに表示を取り付けていた。 1971年6月20日のダイヤ改正で、区間急行は、大和大域で特急退避を行うダイヤに変更され、本系列の限定運用は解除された。ただし、その後も本系列はその性能から4から7両の、編成で各線の普通列車中心に運用された。また、臨時列車の淀屋橋駅・シエ駅間、直通臨時急行、宇治号、 その他の列車相性であった時期もありで6両編成で運用したことがある。当時の宇治駅は最大6両編成までの対応だった。ただしホームは5両編成分の長さであった。1971年には2200系の編成組み替えで余剰となった制御車2251から2253の3両が 運転台を簡易撤去して2000系に組み込まれ、翌1972年に2150型2156から2158に改版されて、正式に2000系に編入され、本系列は、総計103両となった。この間、ATS、側面種別表示幕、列車無線の取り付けの改造がなされている。1970年代に入ると、 河川電圧の1500ボルトへの昇圧が本格的に検討されるようになり、京阪線で最大勢力だった本系列の処遇が課題となった。本系列の分間機械自制御の昇圧対応が困難であったことや、新しい冷房不車両が急行を中心に投入される一方で、普通列車の冷房化のためには本系列の改造、もしくは代替車両の製造が急務という情もあり、 本系列の車体や装備品を可能な、限り再利用して省圧に対応した車両に作り変えることとなった。こうして、1978年から本系列の廃車が始まり、2600系へと改造されていった。ただし700系、2台、1000系、3台と同様に、車席は受け継がれないため、書類上は、代替心臓という扱いになっている。 最後まで残った編成は、2000型一時社ばかり4両という、登場当時と同じ形に組み直され、宇治線を中心に運用されたが、1982年に廃車となり、2000系は形式消滅となった。2000系は、系列自体は1982年に消滅したが、1959年に、 製造された一時車の車体や台車は、現在も2600系として使用されており、2009年には製造から50年を迎えた。2018年11月現在、2000系からの車体流用車である例番台は3、編成、複数の編成を組み合わせているため、実際は8編成現存する。そのうち一時車は2両存在する。楽しくご覧になりましたら、 購読と良いです。クリックしてください。